万福寺は東京都大田区にある総当州の寺院。三号は次元山、回帰は梶原景時と伝えられる。本尊は阿弥陀三尊である。研究三年多い丸山に源頼朝の命により梶原景時が混流したのが始まりであり、後に梶原景氏の代に現在の孫目に移されたと伝えられている。とするについてはその墓所が、 境内の墓地にある。室町時代末期に地域が荒廃したが、天正3年に、平等文、流大予償により従来の密教寺院から、相当州に改められ再興された。その後も、没落期を経ているため資料が散逸しており、梶原景時回帰との情報が正しいかについては、定かではない。国学者大橋方町による、武蔵園児、地理学者古川小松県による、 詩人地名録など、江戸時代に作られた地においては、満福寺と梶原景時との関係は、後世の御伝ではないかと指摘されている。これは、江戸時代にはすでに、梶原景時についての言い伝えがすでに史実として、半ば認識されていたことも示している。境内の墓石に、梶原三河森影児童、助五郎か下カの名がありこれは、 小田原州所領役長にその名が確認できる、北条家の家臣であると推測され、彼らが、梶原景時の子孫である、可能性はある。日蓮は、公安5年に病を得て、日立国へ当時に向かう途中孫ごにほど近い池上の、武蔵に池上宗の家庭、現在の池上本門寺に立ち寄り10月13日に、その地で宣言するが、池上に到着する前に、孫ごを通っている。 その際に満腹寺が多いから移される前にすでに孫目に混流されていた阿弥陀堂に宿を求めたところ十時は開拓し、日蓮一行に宿を提供したと伝えられている。9月18日の夜のことであったという、それを写して日蓮は身につけていた岸文人尊像を満腹寺を寄進したと伝えられている。 この岸文人尊像は昭和の初めに何者かに持ち去られ行方がわからなくなっていたが昭和62年に所持者から申し出があり奉納され再び満腹時に安置されている。後日、孫ご村へは我が宗師は広めずとの日蓮の言葉が伝えられ言葉通りに第二次世界大戦前まで孫ごには日蓮宗の寺院は一院もなかったという。また 本文寺席順という伝説があり、本文寺においては、第1番池上家あたり主席、第2番満腹寺住職席とすると言われている。昭和62年本文寺、第80世漢寿、金子日位が宣言した、際の本層において、満腹寺住職席が2番目に設けられ、各宗派の官庁や保守よりも、神座となっていたという。 室尾再生は昭和7年マゴメ万福寺境内に隣接する土地に家を建て、以降は中世軽井沢の別荘と孫目の自宅を行き来して過ごした。昭和2年に親友であった芥川龍之介が死去し、芥川が住んでいた田畑に住む理由がなくなったこと、同じく親友である萩原作太郎に勧められたことなどから翌昭和3年に山道に移った。 しかし付近に小川や池があり、地盤が良くないこと、まだ幼かった子供たちが湿気が多いせいでよく風邪をひくことを憂えたことから近くの高台にある満腹寺のそばに住居を求めたことを日記に書き残している。室尾は策定にも才能があり、庭を作る人、日本の庭といった策定をテーマにした随筆を執筆している。この満腹寺そばの自邸の策定にも意を注いでいた。 再生の守護室邸も庭も取り壊されてしまったが、再生の作った庭は、近隣の人々にも強い印象を残しており、まごの、隣、入り洗い出身である、イタリア文学者の川島秀明は、実著の中で、まごを裁縫した、際のことを、以下のように書いている。薄田坂を登って、まごに入った。かつての尾根道をしばらく進んで右へ折れ、東側の斜面に、 親戚の家を探したが見つからない。昔はトウモロコシ畑が一枚あったあたりに家が十数軒も建っている。満腹寺の森の手前にポツンと見えていた室尾再生の家はもうなかった。あの庭もない。後に建ったマンションらしきものは見ないようにして立ち去った。ありがとうございます。